ギリシャ語言語による新約聖書は1881年に出版された新約聖書のギリシャ語版の名前である。これは、編纂者のケンブリッジ大学の学者ブルーク、フォス・ウェストコットとフェントン・ジョン・アンソニー・ホートにちなみ、ウェストコット・ホートと略称されている。19世紀の新約聖書の本文批判の集大成と言えるものとして、極めて重要な成果である。 ブルック・ホス・ウェストコットとフェントン・ジョン・アンソニー・ホート、ウェストコットとホートは、極めて多数存在する、新約聖書のギリシア語写本を4つの型に分類した。最新のもの、すなわち本文批判上最も価値がないのは、シリア型内紙は、ビサンティン写本型で、それらから構成されたのが、従来広く使用されてきたテクストゥス・レセプトスである。製法写本型はそれより古いが、 意訳の傾向があり、そのため信頼性も欠けるのである。エフライム写本などのアレクサンドリア写本型は、宣伝されたギリシャ語体である。ウェストコットと法とは、中立型写本という写本型が、原文に最も近いものとした。そのうち、新約聖書のほぼ全文を伝えるのが、いずれも4世紀の成立と推定される、バチカン写本としな写本である。彼らは、 その双方を極めて重視した。ウェストコットとホートは1853年からの研究成果を1881年発行の本書で示したが、そこではこうした基本姿勢は述べられていない。そこで1882年に第2巻としてホートによる前書きと付録を刊行して詳しい解説を行っている。ブルース・メツガーは 彼らの批評方針及び手順の総括的、正当性は今日の学者たちに広く認められていると述べている。1892年には、会、シーバーキットによる改訂版が刊行された。ありがとうございます。